レクサスの UX300E、まあ、バッテリーの EV ですね。だから全くエンジンのないあのバッテリーとモーターだけで走る EV ですが、まあ、UX なのでこのプラットフォームは、まあ、GAC ですから、まあ、エンジン車の UX ベースを改造して、まあ、バッテリー EV、ベブと言われてますけども、ゼロエミッションの車です。まあ、気になる航続距離、まあ、僕はねあんまり EV にガソリン車並みの航続距離を求めてはいけない派です。というのはまあ単純に考えればみんなバッテリーでかくするだけなんで、バッテリー大きくしたら当然充電に時間がかかりますよね。だから基本はもうガソリン車と一緒で、まあ、いわゆる電費を上げなきゃいけないんですね。まあ、省エネというか効率を上げることが大事なので、まあ、そういう意味で今回このレクサスは、53kWh ぐらいのリチウムイオンバッテリーをこの床下に配置してて、航続距離は WLTP で確か 360km ぐらいですから、まあそれだけあれば十分だなって感じですね。まあ、充電は急速充電が可能ですけども、基本はまあ自宅で 200V、まあ、あるいは買い物先でお買い物先でまあ、200V で炊くのが一番いいと思うんですけど、まあ、バッテリーの劣化を考えたらね、あんまり急速充電というのはもう万が一のための措置というふうに考えておいた方がいいでしょうね。まあ、いずれにしてもこの UX300E、そうですね、トルクでいうと300ニュートンぐらいあるから、うん、もう2リッターターボぐらいのトルクはありますね。でもエンジン車と違ってアクセル踏んだ瞬間にもうすぐ最大トルク300ニュートン引き出しますから、まあ、そういう意味で、非常にこうドライバビリティは右足のアクセルワークに敏感に反応しますね。でそういうところはやっぱスポーティーだなって感じがします。だから、まあ、あんまりこう EV 知らない人が乗ってみてね、ちょっと驚くぐらいの加速ですよね。おっと早いな、もう300ニュートンなんで、もうすぐ日本の高速道路の100キロ前後のスピードには達してしまいますね。でもちろんエンジンがないので、もう音も振動もないですね。この、フロントボンネットフードの下にエンジンがブルブルとこう震えていたんですが、もうその振動がなくなっただけで、まあ、本当に乗り心地はすっきりしてますね。ただ今乗ってるのは、まあ、バージョン C という、まあ、一番ベースモデルなので17インチの、ダンロップタイヤ入ってますが、まあ、車のサイズの割に重量がちょっと重いですから、タイヤの荷重インデックスは結構固めのタイヤがどうしても EV はつけるんですね。この一つ上にバージョン L がありますけども、そちらは18インチの、まあ、確かミシュランのプライマシー入ってたと思いますけど、まあ、乗り心地含めてやっぱり走り味は18インチの方がいいですね。18インチがいいというよりも、まあ、ミシュランの特性とこのレクサスの特性がよくマッチングしてるというふうに言った方がいいでしょうね。だからまあバージョン C 買った人も、まあ、後々、ミシュランのプライマシーかなんかを買えば、18インチと同じような感覚になるのかもしれませんね。で一番 EV で気になるのはエンジンの音がないので、ロードノイズがですね、道のいいところはもう本当に皆無。もう今ちょうど横浜の湾岸走ってますけども、この辺の比較的新しい路面は非常に静かなんですが、首都高速の横羽線の1号線のねちょっと路面の古いところ走るとやっぱりロードノイズ気になりますよね。だからまあ皮肉にも、まあ、こういう EV はロードノイズのタイヤのテストする車には向いてるかなと思いましたけど、まあ、路面をちょっと選んでしまうというところが、このまあバージョン C の17インチのタイヤの限界かなという気はちょっとしてます。価格差がまあ1割あるかないかなので、まあ、頑張ってバージョン L を買って快適な走りを楽しむのもいいと思いますね。でもボディ全体は、まあ、重たいバッテリーが床下に入ったということで結構このフロアの補強がしっかり行われてますね。まあ、リチウムは事故った時に中は、まあ、有機溶剤石油製品が入ってますから、まあ、それがもし
万が一ショートしようもんなら、まあ、火災の原因になるということで、まあ、エアバッグと同じで結構リチウムイオンの中身っていうのは、まあ、発火の可能性が高いんですね。だからまあよくトヨタはバッテリー EV に出遅れたとかって言われてますけども、そうではなくて、まあ、それだけトヨタの規模で台数を売るとなると、まあ、他のメーカー以上にその信頼性安全性に対するケアっていうのは深く考えてるんじゃないかなと思いますね。まあ、ということで、まあ、レクサスに初登場のバッテリー EV レクサス UX300E ですが、まあ、最初のモデルとすれば、まあ、なかなかの乗り味ですね。まあ、今トヨタの場合はこのゼロエミッションで考えるとバッテリー EV と、まあ、水素燃料電池、まあ、昨年12月にミライが登場したんですけど、まあ、おそらくレクサスブランドのミライ版もあるのかなという気がしてるんですね。そうするともうレクサスも完全な、まあ、ゼロエミッションカーとしてバッテリー EV と水素燃料電池 FCV、まあ、この2つのチョイスがこれから可能となるのではないかなという気がします。まあ、FCV の方は、まあ、FR ベースのレクサス LS のもともとプラットフォームを使っているので、まあ、より高級でラグジュアリーな世界は水素燃料電池車、まあ、この UX ぐらいのサイズのところは、まあ、バッテリー EV、まあ、車のサイズの大きさ重量によってバッテリーか水素かっていうのを使い分けていくと思いますね。まあ、EV のねもう一つのご利益は、ブレーキで、まあ、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して大気に放出して捨ててるのが従来のブレーキなんだけど、まあ、EV の場合モーターがあるので、これを回生ブレーキとして運動エネルギーを電気エネルギーに変換できるんですね。だから例えば山の上からバッテリー空っぽで降りてくると下に着くとですねバッテリーが満タンになるっていう、まあ、不思議な現象が起きますね。まあ、それはその高いところにいる位置エネルギーを電気エネルギーで回収するというのが、まあ、モーターバッテリーの大きな特徴ですね。ということは、まあ、走ってる車レクサス UX のエンジンブレーキで速度を減じるとそれが回生ブレーキとして電気で回収できるという技がありますね。でこの D ボタンの下に B ボタンがあるので B にすると、まあ、もっと回生力が強くなるんですが、まあ、ここでそのパドルを使うとですね、そのまさにそのギアダウンした時みたいな感じでエンジンブレーキの強さを変えられるんですね。まあ、厳密に言えば回生ブレーキの強さを何段階かに変えられるということで、今パドルで左マイナスのパドルをダンダンダンとこう引くと、まあ、一番4321ってこうギアダウンしたかのようなエンジンブレーキが効くということで、まあ、このパドルをうまく使って回生ブレーキを調整すると、まあ、ドライビングがより楽しくなるし、まあ、エネルギーの回収ができるということで、まあ、非常に電費省エネドライブにも通じますね。右側だとねパドルでシフトアップしたような感じ